大谷調子ええやん。練習方法を真似してみるか。結果、ドジャースの大谷翔平投手は敵地でのツインズ戦に2番 DH で先発出場し、3回に右翼線2塁打を放った。前日8日、同9日の試合で3号を放ち、メジャー移籍後最長の5試合連続マルチ安打中と絶好調だ。そんな中、注目されているのがクリケット用のバット。大谷がクリケット用バットを練習で使っていることを明かしたのは8日の試合前の囲み取材だった。7回先頭で勝ち越しの今季1号を放ったアウトマンは試合前の時点で打率1割2分5厘と絶不調だった。クリケットのバットを今日振ってみたよ。翔平が2安打打ったのを見て自分もやってみようと笑いと明かした。アウトマンによればつい最近導入されたもの、1週間くらいあったと思うけど誰も使っていなくて、それを翔平が使ってみたところ2塁打と3塁打を打ったから、じゃあ使ってみようって見習ったということだ。ロバート・バンスコヨック打撃コーチが導入したという。ロバーツ監督も他の選手も使うかもしれないと笑顔で語った。事実、アウトマンは9日、同10日の試合でも2試合連発となる15スリーランを放った。ええやん。早速クリケットコマ出てるわ。クリケットを取り入れた練習方法でみんな調子を上げてる。奥が深いな。大谷とアウトマンは気が合いそう。打撃論とかつっかかってそうだな。アウトマンは大谷とコミュニケーションをよく取ってる姿を見るから、アドバイスもらって球の見え方とかアプローチが良くなってるんだろうな。アウトマンのホームランを打つ前の回、大谷がツーベースを打って生還した後、大谷と話し込んでいたから、大谷から何か良いアドバイスをもらったのかな。アウトマンからも大谷に打った感触の情報を共有しているように見えた。非相乗効果になるかも。下位打線のアウトマンまで当たり出すとドジャース打線は止まらない。開幕から不振だったけど、このホームランで復調してほしいね。これはクリケットで練習ブーム到来かもな。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。